今回コレクション展後、Life is Beautiful では、家族同士の交流や友達同士の交流、それから日常生活の何気ない風景を切り取った作品をご紹介しております。現在コロナ禍でなかなかこのソーシャルディスタンス取らなきゃいけないってことで、外出も控えめになったりですとか、お家でこもってることが多いんですけども、そういう時だからこそ、もう一回人と人との交流の大切さですとか、特別なものじゃなくって普段の日常の中で感じられる幸せって言ったらなんですけども、そうしたほのぼの感あふれるような作品を多めに紹介しています。寛一郎の緑陰散髪という作品です。特別なセレモニーなんかを写した作品ではなくって、毎日というか定期的にお母さんが子供の髪の毛切ってるんだろうなっていう感じの作品です。子供の姿勢やそれから手の動きなんかも自然でして、多分もう髪切られてるうちに飽きちゃって遊びに行きたいんだろうなっていう、そうした雰囲気もよく出ています。お母さんのエプロン姿も、もう当然スーツとかそんなんじゃなくって、お子さんの髪の毛がこう服に落ちないためのこのエプロンっていうか、ごく日常的な親子間の交流を描いた作品です。甲斐春夫さんの竹製カトラリーです。こちらは芸術作品としてではなくって売り物として作られました。カラフルで形もちょっと独特で可愛らしくて、サラダサーバーなんかもあるんですけども、私自身はサラダサーバーわざわざ使って箸使っちゃったりとかするんですけども、でもそうした特別感のあるカトラリーを一本持ってると、ちょっと日常生活が豊かになるというんですか、楽しくなりますよね。そうした意味で今回展示させていただいております。大分出身の高山達夫の作品です。家族がお風呂に入っているところから描いたんだと思うんですけれども、どこの家庭でもありそうな女の子たち姉妹がお風呂に入っている作品です。もう一点の方は女の子の友達同士だと思うんですけれども、仲良さそうな子たちがこれから外に出かけるんでしょうか、髪の毛を直したりしているところなんですが、どちらの作品も特別感はなくって日常でちょっと仲良くしてるかなという感じの素朴な温かみのある作品だと思います。高山達夫は晩年には人間の心理を深く描いたような作品を作ってるんですけれども、昭和10年代の頃っていうのはこうしたほのぼのした作品を作っていました。今回は Life is Beautiful というテーマでほのぼのした作品をご紹介したんですけれども、毎年閉館ではさまざまなテーマでコレクション展を行っておりまして、大分県が持っている作品をご紹介しております。もしよろしかったらギャラリートークなんかでの学芸員のご説明を聞いていただいたりしてお楽しみいただければと思います。